再び国会が混乱しています野党側が求めているのは財務省による文書改ざんの調査結果の公表麻生大臣の辞任と福田事務次官の罷免自衛隊・日報問題の真相究明加計学園問題では柳瀬元総理秘書官の承認喚問です。しかしか 与党側がすべてに対しゼロ回答だったとして、野党は反発。審議を欠席し、徹底抗戦の構えですが、与党は野党抜きで審議を強行する方針です。中継です。ある与党幹部は丁寧な国会運営をしてきたが、時間の無駄だった。方針転換するとして対決姿勢を鮮明にしています。要求が通らなければ審議を拒否するっていうのは、 いかがなものかと国民生活に必要な関連法案が国会に提出をされているわけですから。与党としてはこのままでは働き方改革法働き方改革法案など重要法案の成立が危うくなるため野党欠席のまま審議を進めています。一方野党側は麻生大臣を続投させている安倍総理大臣への批判を強めています。安倍政権の 政権運営そのものがもはや限界に達しているのではないかとそう思わざるを得ないただ野党が審議拒否したことで二十三日に安倍総理が出席する集中審議では柳瀬元秘書官の参考人招致が見送られることになりそうです野党の幹部は世論の反発や不満が高まる中で 与党との我慢比べだとして一歩も引かない構えです。